はい、どうも、あきらです。今回はアコギのコードを10倍早く覚える具体的な方法というような動画を撮っていきたいと思います。ちなみにこの動画を撮っている僕はアコギ歴20年以上の講師をしております。ということで早速結論なんですけども、ベース音っていうものがとても大事になってきます。で、ベース音っていうのは、例えで言ったらお住まいとかの家の基礎とか土台の部分にあたります。で、このベース音を覚えると何がいいかって言ったら、コードの理解が深まったりするって感じですかね。じゃあ具体的に何から覚えたらいいのかって言ったら、開放弦から覚えていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、覚えるのも6弦5弦ぐらいでいいと思いますね。で、具体的には6弦の開放弦って言ったら、これ E の音になります。で、5弦の開放弦は A の音になります。で、ここからちょっとだけ難しい話にはなるんですけども、例えば6弦の開放弦 E ですよね。じゃあ、6弦の1フレットはこれファーの音になるんですけども、これF の音になります。F コードが押さえれる人はね、なんとなく F コードの一番最初の音やっていうのが分かると思います。で、次に6弦の3フレットはって言ったら、これ G のベース音になります。今どういうシチュエーションでこの動画見ていただいてるかにもよるんですけど、もしギター弾ける環境にいらっしゃるんであれば、実際に弾きながらこの動画を見ていただいた方が理解度が深まるかなと思います。で、クイズというか、今 G のこのベース音を弾きましたけども、 A のベース音はどこになりますでしょうかっていうのは分かりますかね。これ実は2つあります。1つは G から1、2個、フレット数でいうと6弦の5フレット、ここが A の音になりますね。ちなみに F コードの形で6弦のこの5フレットから弾くと、これも A の音になります。じゃあもう一つはって言ったら、5弦の開放弦、さっき答え言ってましたけども、5弦の開放弦も A の音になります。この辺で弾くローコードの A が弾ける方は、5弦からこんな感じでいつも弾いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、6弦とか5弦の開放弦の音をこう覚えていくと、じゃあ5弦の開放弦が A の音なんやなってなったら、次は B どこやろ、B って B セブンスのところかってなったらここですよね。これ B セブンスの音なんですけども、5弦の2フレットのところが B のベース音なんやなっていうのがわかるかなと思います。じゃあもう一つクイズ出しますけども、 C のベース音はどこでしょう。これもね、普段 C コードを弾いてる人ならもうここまでの流れでわかると思うんですけども、 C のベース音っていうのは5弦の3フレットのところになります。なんでかって言ったら、ローコードのこの C を押さえた時に一番低い音ですね、低い音が5弦の3フレットのところにあるからですね。 D コードってありますよね、この4弦から弾く D コード、これに関しては4弦の開放弦、ここが D なんですね。なので、この4弦の開放弦プラス、三角みたいなこの形を作って4弦から弾くと D コードが弾けますよっていう話になります。この辺のちょっと音楽理論的なことを、知っておくだけでも、そっか、ベース音を探っていったらコードの場所だったりとか、耳コピーをする時とかもね、だいぶスピードが上がってくるので、非常におすすめかなと思います。もちろんね、アコギ初心者さんのうちはそこまでこの辺の話意識しなくてもいいんですけども、せっかくね、アコギをこれから上手くなっていきたい、もっと効率よく覚えたいみたいな方は、今日の動画とか何回も復習していただければなと思います。はい、ということで、僕のチャンネルではこんな感じでアコギ初心者さんが上達するためのテクニックとか練習方法なんかをお伝えしております。もし今日の内容良かったなと思っていただければ、チャンネル登録とかグッドボタンよろしくお願いします。で、また概要欄のところにアコギ初心者の教科書っていう無料プレゼントをお渡ししておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。最後までありがとうございました。アキラでした。